今日実は八幡先生、雨で3時間半新幹線でこう拘束されたそうですけども、無事到着をされていただきましてありがとうございます。八幡先生の講演会はですね、最初このレジュメにありますウクライナのお話を最初にしていただきます。そして、休憩の後ですね、安倍元総理の凶弾に倒れて亡くなったことに関して、八幡先生はお話をしたいということで、特別にこの新しいテーマをまたその中に盛り込みたいと思います。で、八幡先生の要望で私とちょっと喋りたいと言われておるので、時間があれば八幡先生の胸を借りてお話をさせていただきたいと思うんですが、私と八幡先生の関係はですね、フェイスブックのお友達でいろんな問題でやり取りして、八幡先生は昔から朝まで生テレビですね、もう論客で通ってた方に恐れ多くの論戦をですね、2日間ぐらいずっと論戦したこともあるんですけども、本当に博識の方で、花田の編集長ですね、歩くウィキペディアなんておっしゃってる方で、ここにこれだけの本が、歴史から政治関係から経済からありとあらゆる分野の本を出されておられます。こんな知識がずっといないんじゃないかなと思います。ぜひともこの八幡先生の幅広い知識、私もいろいろちょっと意見の合わないところがあるんですけども、この凄さにですね、私はたったた圧倒されておりまして、今回も講演会をお願いさせたいです。ウクライナ問題についてはですね、完全に、松目では、間違った形の報道がずっとされていて、八幡先生もこういう中退の危機感を持っておられておりました。それでぜひこういうのをお願いしたいということで、心よく引き受けていただいた次第です。それでは八幡先生、よろしいでしょうか。先ほど松田学チャンネルに収録を遅れて、新幹線で遅れたのに、それで言っても本当に時間ギリギリで到着できたのであれですけど、本当にお忙しい方で、松田さんもですね、参政党で、今回一生懸命やられて、惜しいことをしたんですけども、そういったいろんな松田さんはですね、八幡さんとか、あるいは昨日なんか山口さんとか、あるいは山中さんとか、いろんな方の知識をこう広く取り入れながら、自分たちの参政権の政策に生かしていくというスタイルでやっておられます。今日も どういう話されたのか知りませんけども、よろしいですか、もう。じゃあ、八幡先生の登場です。よろしくお願いします。どうも、八幡でございます。今日はですね、朝からですね、新幹線に、6時56分に京都を乗ってですね、豊橋まで来たところでですね、大雨で、新幹線が止まってしまいまして、でそれから、こちらの方は随分余裕があるからなんですけど、先ほど紹介がありました、松田学先生のですね、YouTube 番組の、収録、選挙終わって、これからの、参政党のはどうするべきかとかなとかいうふうな話をちょっといろいろと注文をつけさせていただいておりますけれども、いろいろ注文をつけさせていただいたんですけれども、それの番組の収録には間に合うか間に合わないかというところで、結局のところ10分遅れで11時に着きまして、お話をさせていただきました。でそれで、ただこちらの方の講演の準備をゆっくりしようと思ってたのが、ちょっと時間がなくなってしまいまして、先ほど下の喫茶店で一生懸命やってたというふうなことで、ちょっとバタバタとさせていただいた。すみません、岩先生なんですけども、岩先生のこの講演はアナウンス録音等は許可の
得た人以外にも見てもらいたいということで、よろしくお願いします。まあ、大変恐縮なんですけれども、まあ特にウクライナをコンパクトいたしまして、まあ、安倍さんのところについては、まあ、ちょっと際どい話もさせていただきたいと思いますので、まあ、そうなると、まあ、切り取られて、まあ、使われてもちょっとなかなかきついところがあるんで、恐縮でございますが、そういうことでよろしくお願いしたいというふうに思っております。でさて、まあ、その、まあ、その今日は少し私の本、それから私の本を出していただいております、パルス出版の梶原さんのところで出しておられる他の本、まあ、そういうふうなものをもうちょっと置いておかせていただいております。まあ特に、まあ、安倍さんの、まあ、結局のところをその安倍さんが死んだ原因というのを突き詰めていくと、まあ、安倍というのは特別に悪いやつだから何やったっていいんだというふうなムードを作られたというのはやっぱり根っこにあるわけでありまして、まあ、そんなこともありますので、まあ、それはアベノセーダーズとか私言ってたんですけれども、アベノセーダーズ、アベだからダメダーズ、アベガ、アベガとか、まあ、いろいろ言いますけど、まあ、そういうふうなことを、まあ、すでに数年前に、書いてた本がありますので、ほぼ絶版になってたんですけど、ちょっと引っ張り出して持ってまいりました。さてまずウクライナです。でまあ、ウクライナということについて言うと、まあ、やっぱりまず、まあ、安倍さんが仲介に出てくるというところをみんな世界中が期待してたと思うんですけれども、まあ、そうそう簡単にホイホイ出ていくわけにいきませんし、まして現職じゃありませんから、まあ、タイミングを見なきゃいかんだろうというふうにみんな思ってた中で、まあ、安倍さんが亡くなったっていうのは、まあ、返せないやつも残念というか、まあ、どっかで、この話を収める、まあ、誰のためにもおよそ世界中でならない戦争ですから、平和に収める、まあ、時の氏神になるべき、最も有力な候補を失ったことは本当に残念だと思います。なので、まあ、なんてですね、その、まあ、ここの10項目をやってるうちの10番目のところなんですけれども、なんて安倍さんがですね27回もプーチンと会ったのかと、ここのところみんな疑問に思ってるんですね。でもそこのところを突き詰めていくとですね、やはりこの山口県というか長州の伝統というふうなものがやはりあると思うんです。で、まあ、明治時代の日本とロシアというと日露戦争で戦ったわけだし、朝鮮半島で厳しく対立してたわけですけれども、しかしそれは日露戦争までの話なんですね。で日露戦争の後からその第一次世界大戦、それからロシア革命、ここまでの歴史っていうのを振り返ってみるとですね、日本とロシアって蜜月って言っていいぐらいのいい関係だったんですね。でちょうどですね、その頃シベリア鉄道が全通いたしております。でちょうど日露戦争の時は部分開通というか、まあ、本来ならばロシアの領土を立てて、そのウラジオストクまで行くはずが、まあ、とりあえず満州のハルビのところをちょっと、横にいるような形でですね、そのつないで、なんとか開通してて、まあ、日露戦争自身完全に開通してからだと戦争をやると不利になるからといって、まあ、日本がちょっと早くやったというところもあるわけですよね。でまあ、そんなことがあるわけですが、その日露戦争が終わった後、その開通もちゃんとしておりますので、その頃ですね、東京駅ではその東京発パリ行きの切符が売ってたっていうんですね。つまりそれまで日本とヨーロッパのメインルートというのは神戸まで鉄道で行って、東京からですね、そこから船でスエズ運河を通ってマルセイユへ行く、まあ、これが一番メジャーなルートだったわけですが、シベリア鉄道ができたもんだから、東京から東海道線から北陸線を
取って敦賀へ行って、まあ、敦賀から名古屋へ行ってそこから鉄道で行くと、まあ、これが一番パリへ行くのに便利になって、ですからその頃ですね、世界っていうか欧米の地球儀を見ると日本の町が5つぐらいしか大体、乗ってないんだけど、その中に敦賀があったっていうんですね。そんな時代が、まあ、短いけれども、つまり、1905年から1917年まで、あったということなんですね。でそれを推進したのは、まあ、何と言いましても伊藤博文なわけで、まあ、伊藤博文はもともと日露戦争の前も日英同盟よりも日露協調の方がいいかとか言って、でそれで伊藤博文がサンクトペテルブルクへ行ってるうちにですね、そのイギリスがそのどうもこれは危ないぞというんで、それまで、いろいろと難しい条件を出してたのを全部引っ込めて周りに降りてきたんで、それが怪我の巧妙になって日英同盟ができたと、こんな歴史もあるわけですが、まあ、戦争が終わった後もう日露の国境は確定したわけですね。でそうなると、まあ、争いの種がなくなった。でそれ でそのロシアの方はもうこうその日本と仲良くやった方が得だというんで、まあ、いろいろ交流が進んで、そしてハルピンで、伊藤博文はロシアといろいろそういう交渉をしようということで行ったところで、安住根に撃たれたわけですね。ですからその長州系の人って割にロシアとの関係を大事にする方が多かったんです。なので、なんでそうかというと、やっぱり日本でですね、ロシアとの関係というのは国境さえきちんと安定してたら、あんまり、ね、そんな意見が対立するということはないはず。で逆に言うと、日本 の力を借りないとシベリア開発なんてなかなかうまくいかないと、ロシアの方から言ってもなりますし、日本も、まあ、南の方へ向かって、の国防を考えていこうということになるとですね、これはロシアとうまくやっていかないといかんというので、ウィンウィンの関係が成立するということだったんです。まあ、ですからその安倍晋太郎さんがこのロシアとの関係というのを非常に心を砕いて、一番最後も、まあ、ゴルバチョフ政権になって今こそチャンスだということで、そのモスクワへ行こうとされたけれども、まあ、病気が進んで果たせず、まあ、ただゴルバチョフが来た時に最後の公的な活動として、食事を一緒にして亡くなったと、こういうふうな経緯もありますから、まあ、これはもう安倍さんにとってもロシアとの関係をきちんとしたものにして、そして中国に対して、勢力を使うと、まあ、これが目標であったということは疑いないことだと思うんです。でじゃあロシアとの間でその領土問題というのは解決なんていうのはロシア、まあ、返すはずないから無理だよというふうなことをおっしゃる方もおられるわけですけれども、まあ東郷大使もみんなと言いますけれども、まあともかくですね、そんなことは全然ないんで、プーチンは、2005年ぐらいだったと思いますが、胡錦涛と会談をして、そしてこのウスリー川のところとアイブルーなんかのところの最後に残った国境問題を完全解決をしております。でその時の考え方もまさに、その引き分けというか、もう面積でボンと割って、そのここはロシア、ここはその中国ということであって、でしかも、まあ、それはおそらく非常に両国内で、まずいことが起こるだろうというんで、まあ、ああいう国ですから可能なんだけど、内容をしばらく隠してたと、まあ、そんなこともやってたわけですね。でそれから、まあ、プーチンがやはりやったのがカスピ海の、その境界線です。とこれね、ややこしいのはカスピ海っていうのが海かですね、湖かという国際法上の問題があるわけですね。で湖だとこれみんなで分ける、ここはどっち、ここはどっちで分けるということに
になるし、海だと国際的な利用っていうのを保障しなきゃいかんとか、ややこしいことがあって、めちゃくちゃにややこしかったんですけど、まあ、これも、その、7、8年前だったと思いますけど、まあ、プーチンが、その関係4か5か5か5かな、そのイランとアゼルバイジャンとなんとかかんとかっていうのの合意を成立させて、まあ、非常に見事に解決をしているわけで、北方領土についても、まあ、50-50 という言い方を、いや引き分けというまさに柔道のを使って、プーチンは言ってたわけで、まあ、それを、まあ与党全部で引き分けにならないだろうというのは、まあ、そうそうだし、まあ、二党で引き分けになるかどうかというのは議論があるところで、まあ、日本の都合として言えば、まあ、3党という話なのかもしれませんし、2党プラスアルファとかいう考え方もあるかもしれないけど、まあ、その辺を目指していろんなことが話し合いがあって、まあ、特に2018年のシンガポール会談ではかなりいいところまで行った。まあ、ただ、何でそれがまとまらなかったというと、まあ、プーチンも国内をまとめきれなかった、まあ、日米安保との関係とかあるでしょうし、まあ、日本の方でもやっぱり、という人もいたんだろうと思いますが、まあ、残念ながらまとまらなかったわけだけれども、その引き続き話はあります。で、じゃあプーチンをですね、安倍さんが非常に信用してたのかと、全部信用してたのかというと、もちろんそれはそんなことはないんで、これは安倍さん自身から私も聞きましたけど、いや、そのキャメロンさんがプーチンのあいつの、と話すときは目をよく見て腹は見てると面白いよと、絶対に、その感情を出さないよと、それからもう一つは、酒を絶対飲むふりして飲んでないよというふうなことを言われたと。で、確かに飲まないと、なんとか飲ましたいと思って、その山口県長門市で会談があったことがありますけれども、あの時に、その初めてですね、山口の地酒で東方美人というのがありますが、これをですね、強く勧めたら、初めて、プーチンが酒を飲んだのを見たと。で、まあ、だから、それはプーチンの愛人だと言われているカバエワさんというのは、あれタタール人なんですね。でだからどうもプーチンさんというのはその系統の人が好きらしいんで飲んだんじゃないかとか、まあ、それは冗談ですけれども、そんなこともあったし、それから、まあ、安倍さんというのは要するに歴史だと思うのかというのは自分でものすごく勉強するというタイプかどうかはまたちょっとあれなんだけれども、話を聞くのは非常に好きだし、でプーチンというのは本当にもう学者になってね、学者が十分できるぐらい歴史だとか哲学とか、その知って、まあ、よく知ってるし喋る人ですから、その、まあ、一番最後の方の会談ではもうひたすらプーチンの話を、まあ、聞いて、まあ、安倍さんもそれなりに、そのもともなところもあると気持ちが分かるというふうなところがあったような気がいたします。で、まあ、私は主にこのウクライナ紛争の最初に見て上から言ってるんですけど、確かにそのプーチンは悪であると、ただしバイデンはバカであると。で、その世界の歴史っていうものを見た時にですね、悪かバカかどちらがその平和を満たすかっていうと大体バカだと。で、悪っていうのはですね、やっぱりある種理性的ですから、その無駄なことを考えないと。で、バカは無駄なことを考えると。で、だから考えてみると、世界のその平和っていうものをもたらした人っていうのを考えてみると、その大体悪いやつが多いんですね。まあ、例えばビスマルクがそうですよね。で、それからフランスのリシュリューっていうウェストファリア体制を作った人ですが、もうこれ以上悪いっていうほどないぐらい悪です。メッテルニヒだって悪です。で、だから、その、まあ、見ているのは、まあ、プーチンっていうのはそのとまくその国のことしか考えてないで、ロシアの利益しか考えてない、
人ですから、それはプーチン、リシリューだとかビスマルクだってそうだったわけですし、まあ、ある意味で言えば安倍さんってどういう考え方の人かというと、世界平和を一生懸命考えてた人というよりは、日本のためにはどういうことがいいだということを一番強く打ち出した人だと思うわけで、まあ、そういうふうな意味で言うと、まあ、プーチンも、まあ、そういうタイプというか、まあ、よくオリガルヒというか、新興財閥と結託してという、それは逆なんで、エリツィンの時に、まあ、その新興のオリガルヒとか、まあ、要するにマフィアっぽい連中と、でロシアがむちゃくちゃになってた、まあ、抑え込んだのがむしろエリツィンなわけで、よその国から見ると悪だけど、まあ、ロシアのことは一生懸命無視に、私の心なく考えている人だと思いますし、その辺が、まあ、安倍さんは理解できる人だという気持ちがあったんじゃないかなと。で、まあ、そこのところも、まあ、プーチンも当然そういうふうに思ってる。まあ、これも安倍さんから聞いたのは、まあ、とにかくプーチン相手に、プーチンというのは、お前は男かと、話でも俺と男としてできるのかと言って、うん、俺は男だと言うと、分かった、じゃあ、阪神の話しようと、まあ、こういう人だとか言ってましたけども、まあ、そういうふうな中で、まあ、それは北方領土がどっかで解決したのかどうかなんていうのは分かりません。だけれども、まあ、もし解決をするとすれば、やっぱりプーチン、安倍の時というのは絶好のチャンスだったんだろうなという気はいたします。で、それで今のウクライナ情勢というのを見ると、要するに、プーチンはなんか頭がおかしくなってたとか、なんか病気だとか、失脚寸前だとか、それはないと思うんですよね。っていうのは、まあ、イギリスとかの情報機関は一生懸命流してるけれども、まあ、どうもそういう様子は全然ないんで、むしろジョンソンは失脚するわ、バイデンも中間選挙に負けそうだし、日本はもたもたしてるし、まあ、マクロンも選挙で、再選はされたけど、議会の多数を失ったし、ドイツも政権交代したわで、結局残るのはプーチンだけというような話にすらなりそうで、そっちの方は、まあ、割にしっかりしている、まあ、それに対して、まあバイデンもそうだけれども、そのゼレンスキーさんなんか生はあれだとは思わないけれども、その自分で責任を持って何かやれるという状態じゃおよそない。でも、まあ、ここで一つ そのキーワードになるのは、やっぱりマフィア支配で、マフィアって言ったってその暴力団という意味じゃなしに、要するに山賊が中国でいうと馬賊とかね、なんかあったけど、結局ユーラシアの辺っていうのは、その自分で武力を持っているその政治家とか何とかが、経済人とかが、その自分の私的利益でいろんなことをやってるところです。だからゼレンスキーさんなんか、いつ何時、その消されてしまうかわからないという恐怖のもとで、そのやってると思うし、まあ、何しろキエフ市長なんか元ヘビー級チャンピオンですからね、そんな前にいただけだって怖いと思いますね。でだからただそういうのをやって、ともかくそのほどほどのところで、理工館で、手を打つということは可能なんだと思うんですね。でトルコの仲介で3月頃に1回いいところまで行ったんだけれども、そこでプジャの虐殺というのがあって、まあ、一体どの程度の話だったのか一体はっきり言って分かりません。でだけど話が出てですね、こういうのがあるとその和平なんかできないって、それが和平ができない理由になるっていうのもなかなかあれだけど、まあ、そのジョンソンだどうのこうの、ああいう人がこんなことを目の前にしてお前はプーチンと手を握るのかと言われると、なかなかやりきれなかったんだろうけれども、
ども、まあ、その一体これ戦争がどうなることやら、まあ、むちゃくちゃ大変大胆なことやると、この戦争というのはもしかすると、私はポーランドが西半分を狙っているんじゃないかと、まあ、もともとポーランド領ですからね、理由はあるんだけど、ともかくポーランドが避難民とかなんかに対する手厚い、その援助をやってるっていうのは下心がないはずがないん で、でそれと、うん、でそれから結局東と南の方はロシアが居座るようなことになって、結局、うん、小さなウクライナと西はポーランド、東はロシアとかわけのわからんことでこのままほっとくとなるんで、まあ、その非常に緩やかな中立化構想みたいなところでウクライナ側が手を打って、まあ、そのどちらにとってもあまり損にならないように、収められないかなと思います。まあ、それで、まあ、と今安倍さんの方の話から始めたので順番もちゃくちゃになりましたけど、まあ、私がウクライナについて思っていることの10項目の中でいくつかの点について残り申しますと、まず日本ではウクライナ系の、まあ、方でウクライナの歴史というのはロシアにいじめられてきた歴史で、800年間ロシアに虐げられてた、その主敵で主な敵であり続けたとか言いふらしている人もおります。しかしそれはおかしいだろうと。で、実は私はロシアの歴史というのは大真面目に昔フランスで勉強したんです。というのは1990年から93年に、パリジェトロの産業調査員というのをやっておりまして、ちょうどソ連解体の時なんで、ヨーロッパのロシア対応というのが私の仕事の一つだったん で、当時日本人はお金持ちだったもんですから、ものすごく たくさんお金も使って、フランスを中心にしてヨーロッパのロシアの専門家を導入して、まあ、いろんなことを調べたり勉強したりしたり、まあ、一番楽しかったのはモスクワへ行って、その時に、ね、日仏の一番いい通訳を連れて行って、でそれで、そのフランスルートで紹介された人のところをずっと回りました。で、本当にだから日本 と付き合いがない人だけ回ろうと言って回って、で、いやそのだから当時は向こうの給料って日本人の10分の1とかそんなところまで落ち込んでた時ですから、だから観光案内なんかさすのも全部それなりの社会的地位の人を呼んでこようと言って、で例えばサントペテルブルクで、観光ガイドをしてくれたのはロシアの国会議員でウクライナ人とかですね、いうのもいましたし、それからキャビアをどうしたら手に入れられるかとか、いろいろ楽しいことをやったし、したんですが、まあ、その時に、一番、大変だなと思ったのは、当時、フランスの中路大使にフィリップさんというのがいて、まあ、これはサミットのシェルパだと交渉役 大統領の代理とかやってた時間クラスの人なんですが、まあ、これが私が留学してた時 そのフランス外交の先生だったんですね。でそれで、遊びに行きたいと言ったらこういう一瞬で、モスクワのフランス大使館へ、フランス大使公邸行って、その、まあ、かなり長い時間いろんな話聞いたんですが、その中でいやこれ大変、ウクライナとか独立したけど大変だと思うのは、そのこの間だと、そのフランスとロシアの修好あれ何年かな、900年かなんか忘れましたけど、それがあったと。でそれで、その自分は挨拶をしたと。それは何かっていうと、ウラジーミル・キエフ、ウラジーミル・キエフ大公の孫娘であるアンヌ公女がフランスをアンヌ一世にご指令してから何年になります。それ以来フランスとロシアはどこに挨拶をしたと。ところが即刻ウクライナ政府からフランス外務省に厳重なる抗議が来たと。
嘘つけと、それはウクライナとそのフランスの交流であってロシアとフランスの交流ではないと、そういう抗議だったと。でこれをまた延々とロシアウクライナは言い続けるんだろうなと。でこういう歴史問題というのはあの赤手取り上がってややこしいけれども困るんだよなと。こういうことで勢力使い果たしてるとなかなか経済とかうまくいくはずないよなとか、なんとかそんな話をして、それで初めてそんなことがあるんだと思った。でそれからその一生懸命ロシアの歴史を勉強したんですけども、これはですね、全面的にロシアが正しいと思うんですね。なぜかというと、キエフ大公国というのが988年に、成立をしています。というかキリスト教化したわけです。で、ヨーロッパの場合、大体キリスト教化ってした年をもって建国というふうに捉えることが多いので、ここが一つの基準になるんですが、それがウラジーミル2世という人なんですが、ところが1240年に、というかその前にもう要するに日本の戦国時代みたいに、小さい国が分裂みたいにして系譜対抗を受ける権威がないとこうなってたわけですけれども、そこで1240年にモンゴルが攻めていって系譜対抗は滅びるというか系譜を占領された。で、それで、そのプレフ大公国というものが後を継ぐのがウクライナはウクライナと言い、ロシアはロシアだと言ってるんですけど、この経緯というのは、明確にロシアに分がありますというのは、ローマ帝国が東西に分裂した時というのは、これは皇帝は東だけにいる状態になったわけだけど、西ローマ帝国が滅びてもローマ法王様はローマにそのまま残ったわけですよね。でところがそのキエフ大主教というのもしばらくはこのキエフに残ってたんだけれども、これが1299年にウラジーミルというところへ、モスクワの郊外へ引っ越して、でそして、1320年にモスクワへ移ったんですね。つまりだから、そのモスクワにキエフ大主教がいると、こういう状態になったわけです。つまりだからローマ法王様がコンスタンチノープルに引っ越したみたいな形になったわけで、ですからそのキエフ大公国のその継承国家がどこだっていうことについて、これはだからそのつまりキエフ大公国も滅びて、あといろんな大名みたいなのがいっぱい、というか大名といっても大体は王族ですけども、それが各地にいるうちの、アレクサンドル・ネフスキーさんという大英雄が、これはプロコリューフの音楽でエイゼンシュタインという戦艦ポチョンキンで有名な方が作った映画で有名ですけども、この人の子孫が結局そのモスクワ大公国を支配してて、これがそのキエフ大公大主教を迎えてということですから、でそれでイワン三世、さんが最初だからモンゴルに従属してたのが、イワン三世の時に独立してということで、そのロシア、要するにロシア帝国が出来上がっていったわけですけれども、それはまさにキエフ大公国のその系統を引き継ぐ存在なわけですね。ですから、じゃあキエフの今のウクライナは何かというと、ウクライナっていうのは歴史上一度も独立国でやったことはロシア革命までないわけです。でつまり、このモンゴルの支配下にあったところの一部のうち、キエフ周辺を、あたりにポーランドが進出してきまして、でポーランドの、王国の中で、
その、まあ、ちょっと途中リトアニアだとかややこしいのがありますけど、そこちょっと飛ばしますけど、ポーランドという王国の中で、その、まあ、あまり強い支配は及んでない。まあそれはまあ言ってみたら室町幕府の支配は東北にはそんな強くは及んでないと、そういう感じですよね。そういう形でウクライナはあったわけです。で、ところが、そのうちに、モンゴルの方もスピチャク汗国というボルガ川のカスピ海の近くに首都を持った国がだんだん弱くなってきて、まあ、それでロシアはだんだん自立をしていくわけですが、ウクライナでというかドニエプル川の下流地域ではコサック、まあ、要するに武士ですね、要するに、まあ、これが出てきて、これが事実上その好き勝手やるようになった、まあ、だから要するに満州の馬族みたいなもんですわ。でそういう時代がありました。でこれそれは中身はどうかというと、もともとはトルク系の人です。まあ、もう一つついでに言うとタタール人というけど、あれはモンゴル系とは限らないんですね。っていうのはモンゴルは西の方へずっと中央アジアに進出をしたわけなんだけれども、ただ人数はそんなにいませんから、支配が自分たちだけでできないんで、いわゆるキルク系の人たちも支配層に入れて、今度はそれが母屋を乗っ取られるような形になって、キルク系の言葉を話しイスラム教の人になっちゃったわけですが、まあ、そういう人たち、キルク系の人たちが家族みたいな形でその今のウクライナの辺を確保するようになって、で最初はだからその今のキエフ周辺ではそれはポーランド王に従属をしてたんだけど、あとだんだん16世紀の17世紀の中頃、つまり1600年ぐらいですね、徳川家光とか家綱とかその辺ですが、この頃にですね、要するに、ロシアに彼らが乗り換えたわけですね。でこれがその1654年です。でこの1654年の300年後のお祭りっていうのがフルシチョフの時にあって、でこの時にフルシチョフっていうのは後でまた申しますけど、ウクライナ人ですから、そのクリミア半島をコテゴリでウクライナのものにしたというおまけがつくわけですけど、まあ、そこで、乗り換えたわけですね。でところがその後まあ、ロシアとしては、まあ、その自治というよりは地方集権化していくっていう流れなので、まあ、要するに天下統一をしたいと、こういうふうな流れが あって、で、それでピョートル大帝、サンクトペテルブルクを作った皇帝の時、まあ、18世紀のその初めの方、まあ、日本でいうとその徳川吉宗、八代将軍吉宗が活躍した頃ですが、この辺にですね大北方戦争というのがありましてね、でスウェーデンがとそのロシアがバルト海の覇権をめぐって対立したわけです。でこの時にコサックのマゼッパっていう大将がスウェーデンに継いだんですね。でそれ でところがこれはちょっとピョートル大帝の時にあの方が勝ちます。 でちなみに言うとこの時にコサックもこの中で、そのロシアの方に継いだ人も多かったわけで、その中の有名な将軍の一人がチャイカさんといいまして、これがあの作曲家のチャイコフスキーのひいおじいさんです。だからあのチャイコフスキーさんというのはウクライナ人なんだけれども、ロシア併合派のウクライナ人と、こういうふうになって、でそれでチャイコフスキー家というのはロシア帝国の中でメジャーな家の一つになって、チャイコフスキーを生んだと、こういうことになっていくわけですけれども、そういう歴史があります。でそして、まあ、だんだん中央集権が進んできて、最終的に、この平地満国家とか言いますけど、コサックの自治が認められなくなったのが18世紀の終わり、まあ、日本でいうと田沼意次の頃のエカテリーナ2世という女帝であります。まあ、この大黒屋光太夫さんというのを迎えた人ですね。でそしてもう一人はこのエカテリーナ2世というのはドイツ人なんですね。ドイツからお嫁に来たわけで、王妃様がその
もう皇帝女帝になっちゃったわけですが、これがですね、なんと面白いのは、メルケルさんを尊敬する人なんですね。でだからアンゲラ・メルケルさんの執務机の上にはですね、そのエカテリーナ2世 の、その肖像画が置いてるっていうんです。で、でちょっとこれはもともとはロシアとドイツの友好のいいお話だったんですけど、今ちょっとメルケルさんもその話はやりたくないんだろうと思うんですけど、でそれから、ね、この時に結局、最後土屋半国 の、 その残党だったクリミア半国というのがあって、まあ、オスマントルコに従属してたんですが、これをエカテリーナ2世がその滅ぼします。で、まあ、このこの時の将軍がポチョムキン三世で、これがその、まあ、エカテリーナ2世の愛人というかなわけですけれども、まあ、これがそのノボロシアということで、オデッサからそのマリウポリとかの辺をロシア領にします。で、まあ、オデッサというのはこれの横浜の姉妹都市なんですけれども、で、港のところから階段がずっとあって、その階段というのは有名な戦艦ポチョムキンという無声映画の映画史上最高傑作とか言われるものの場面になります。革命母が銃で撃たれて、その乳母車がコロコロコロと転がっていくっていうところのシーンで有名なところですが、これをずっと上がっていくとその広間があって、そこにあるのがリシュリュー公爵というフランス人なんですね。なんでそんなフランス人の銅像があるかというと、この頃ちょうどフランス革命でフランスの貴族はヨーロッパ各国に亡命して、でそれでそこの軍隊で大体軍務についてたんですね。でこれロシア軍に入って、この人が初代のノボロシア総督になってオデッサの町を作ったというのであるのが、だからフランス人の安全なところにというのはそうなんです。でもうちょっと先へ行くとエカテリーナ2世の銅像があって、これをぶっ壊すとかぶっ壊さないとか今議論をしているらしいです。で、まあ、でそういうのがあって、で結局ロシアに完全併合されてで、たんですが、やっぱり19世紀の終わり頃になると、まあ、その民族、いわゆる民族運動があちこちで起こります。でこの中でウクライナでも起こります。ただウクライナ人というのがそもそもいるのかどうかというのもかなり疑問なんだけど、結局まあロシアの中でその英達に失敗した連中が、まあ、そういう民族運動というような形を起こしていって、ウクライナ語を確立しようとかというふうな形でやります。しかし結局それは独立には及ばないのはもちろんないんですけど、でそれがそのロシア革命後に、まあ、ロシアはソビエトはそのいろんな民族の連合体であるという形を取りたがって、あちこちでロシア元のロシア領土地に共和国を作りますが、この時にウクライナ共和国が成立して、でその時に本来のウクライナとは全然関係ないものの、ロシアとか何とかも全部入れちゃったと。でこれがでそれで、そのウクライナ共和国の中で、そのウクライナ語を作るというのはまさにその辺の法念を集めてウクライナ語の辞典を作るとか、そういう作業があってウクライナ語は成立した歴史があります。まあ言ってみたら、例えば沖縄でですね、琉球語っていうのの辞典を作れとか何とかいうような、それに近い感じだと思います。でそれでソビエトの下でウクライナは虐げられたと、そのウクライナ人はすぐ言うんだけど、これも事実はありませんで、まあ、有名なポロモドールっていう1931年から32年の大飢饉でウクライナの人が大変たくさん死んだのは事実です。ただしこれは集団化をやっていく中でコンポーズを作っていくとかという運動の中で、地主層とそのロシア政府が対立して起こった話で、民族問題ではなしにではありません。だから現実に、一番もっとウクライナでよりもその、死亡率が高かったのはカザフスタンです。
で、それからロシアの南の方でも大変なことになって、例えばゴルバチョフさんというのは、ロシアの南の方というか、ウクライナから言うと南東の方に、でイランとかに近い方向ですが、まあ、ここにゴルバチョフさんは一家はいたわけですが、おじさんおばさんが3人上陣にしています。でだからウクライナが民族問題として、その何かひどい目にあったというのはどうもどう調べても出てこない。まあ、ウクライナで、その被害が大きかったというのは事実だけれどもということなんじゃないかと思います。でそれから戦争の時には当然これはウクライナは、その一番のドイツに近いですから戦場になって大変でした。まあで、ただ一方で、当然ウクライナの中にはではドイツの方に着いた人も結構いて、まあ、それがちょっとしこりになっております。でそれから戦後になるとですね、まあ、何しろそのフルシチョフとブレジネフがウクライナ人なわけです。だからフルシチョフ両方とも、まあ、いわゆるロシア系でなんですけれども、フルシチョフは子供の時からブレジネフもあれドンバスの生まれですから、でそれでウクライナの共産党の中で出世をしていった人です。だからそのウクライナの出身、共産党出身の人たちがむしろロシアでソビエトを支配をしてたわけで、 ですからそんなソビエトとロシアは一緒で、ウクライナはロシアに虐げられて嘘つけと、でそのフルシチョフとブレジネフと両方ともウクライナ人 でしかもそのブレジネフなんかは結局ドニエプル川一帯に、まあ、マフィアっていうか、要するにあの辺の、まあ、有力者を権力基盤にして資金的にもそこにあって、軍需産業とかをあの辺に、集中的に集めて、まあ、それがブレジネフの権力基盤だったわけですから、でだからここのところにウクライナ人であるそのウクライナに非常に大きな割合で軍需産業が存在したというのがややこしいことになって、でそれでじゃあソビエトが解体した経緯はどうかというと、あれはロシアからウクライナが独立したんじゃありません。ソビエトの大統領をゴルバチョフがやってて、そこからエリツィンがそのゴルバチョフを追い出すためにウクライナとベラルーシの大統領と結託して、その3つの国がソビエトから脱退したという、そういう時点でソビエトは解体したわけですから、ウクライナがロシアからというのはありません。でもちろん言うまでもなく、日本とその戦ったのは別にロシアじゃなしにウクライナもいます。沿海州あの辺はもともとウクライナ人が大変多いところです。でそれから、まあ、おまけですけど、北方領土のその原住民が今いる人たちというのはどういうあれかというと、4割がウクライナ人で3割がロシア人です。なんでそうかというと、強制移住させられたんだって。そうじゃない、それは時期が違います。それは要するにフルシチョフやブレジネフが北方領土にえらい高い給料を払ってロシア人を集めたわけですが、その時に自分のところの地元のウクライナがたくさん連れて行った中だけの話だと思うようです。で、というか、まあ、なんでそうかっていうところが面白いんですけども、私は思うにね、やっぱりね、ロシア人っていうのは日本でいうと東北の人に似てます。それに対してウクライナ人っていうのは九州の人に似てます。というのは海外に、ね、移民してる人ってね、ほとんど西日本の人でしょ。で東北なんか貧しいはずなんだけど、海外移民でほとんど聞かないじゃないです だからそれはもうある種の民族性なんですよ。要するに、外へどんどんチャンスがあれば進出していくっていうのが九州の人たちで、そういうのが嫌というのが東北の人だから、行くなら東京に来るという、そういうふうに、なってますよね。でそれと同じで、世界中の、ロシア移民とウクライナ移民との割合が、もともとの人口では信じられないぐらいウクライナ移民が多いわけで、これなんでそうかといったら、貧しかったからでは別になくって、ウクライナの人は外へ行くのが好きだと。
言うだけの話だと思います。でだからカナダっていうのはウクライナ人が非常に多い。なんで多いかって言ったら、要するにカナダの中西部っていうのは寒すぎて、そのドイツ人ですらよく住まなかっただからだと言われてますし、フランスでいうと第一次世界大戦で炭鉱夫さんがたくさん死んだんで、いっぱいウクライナ人が来たと。その中でベルゴーゴアさんっていうそれの孫がフランスの首相をやってたこともありますが、まあ、そういう事情もありますし、まあ、シベリアとか沿海州もウクライナ人が多い。例えばそのゴルバチョフの奥さんっていうのはウクライナ人ですけど、シベリアのとっても寒いところの生まれで、こんなところよく行くわっちゅうことですが、まあ、それはやっぱりウクライナ人だからこそだということなんで、ですから今これからウクライナって大変だろうなと思うのは、独立の時に5200万いたのがもう4000万しかそもそもいなかったんですね。で今度600万出ちゃってるんですね。でそれからこれ女だけ、女子供だけで600万で、これが戻るかというとかなりの部分は旦那とか呼び寄せるんだと思うんですね、戦争が終わると。でも走って、でそうするとどうです、ね、その3000万ちょっとの国なんで、そこからさらにですね、EU なんかに加盟するとか、まあ、加盟はさせないけど移民は、まあ、労働は来ていいよとかっていうことになったら、私はウクライナの人口で2000万ぐらいまで減ると思いますね。で、あとで僕なんで穴埋めするのか知りませんけども、でこれちょっとね、もう一つ言ってるのは、ポーランドとかウクライナの人っていうのは一言言うと韓国の人に似てます。どう似てるかっていうと、大体よく韓国の人は非常に個人は優秀だけど、まとまって行動すると日本の方がいい、人の方がいいって言うじゃないですか。あれなんですよ。要するに満場一致主義なんですね。でだからなかなかその意思決定ができない。でだからポーランドもしょっちゅう分割されたりになった。でウクライナもそうなんです。だからその結局マフィア支配みたいなままずるずるいって、でそれで結局ウクライナ独立の時にロシアよりも一人当たりの GDP が上だったのに、今や3分の1 で、でロシアと EU で最低のブルガリアが大体ほぼ一緒で、ですからヨーロッパ平均の10分の1ぐらいしか一人当たりの GDP がありません。でこんな人たちをですね、ヨーロッパに自由にですね、来さすとですね、その給料10倍ちゃうんですから、どんどん見ちゃいますね。でだからどうなんだろうなと。でだから、まあ、そうなると手頃のままったですね、ウクライナの人ってね、もうとても感じがいいんです、一人一人は。でそれで金髪で、色が白くて、ちょっと細い感じがします。でですからまあ、ちょっと例えばどんな感じというと、ウクライナ人でピンとしたイメージがないんで、東京オリンピックの時の体操選手でチャクラスカっていうチェコ人がいましたけど、ああいう感じがポーランドとかウクライナの人たちの感じなんですね。でその時今大変なのはフランスなんかでですね、なんか美人ぞろいのウクライナ女性がどん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 と現れまして、フランスの男たちが色めちたって大変と、人妻も多いというか、だって旦那はウクライナで戦争してるんですから、かなり大変なことが起きるというのがあんまり言われてないけれども、本当のところ言うとかなり心配な問題になっているぐらいなんで、まあ、ただ一人一人は受け入れられます。ただそうするとそのイギリスなんか東ヨーロッパからいっぱい来てもらうと困るって言って EU から脱退したのにですね、こんないっぱいポーランドウクライナから来て大丈夫なんかいと。それなんで結局これは一つの解決は、もうイスラムの連中とかアフリカとかは難民はヨーロッパを受け入れないということで解決する可能性もありますけれども、ちょっとなかなか大変な話かと思います。でそれからまあソ連解体は日本
まあ喜んでたんですけど、でもやっぱり一番まずかったのは核兵器を分担して持ってたウクライナとベラルーシとカザフスタンも分割してしまったことで、このことによってやっぱり軍事技術が世界中にばらまかれて、まあ、ちょっとそこまで極端じゃないですけど、北朝鮮の核武装もソ連をああいう形で、その分割しなかったらそう簡単にあんなことにはならないよねというところはありますし、でだから日本からするとウクライナは中国に航空空母は売るし、北朝鮮のミサイル開発は手伝うし、なんであんなところに日本が味方さないか、その理屈があるのかと私は思ってますが、まあ、それからあとはその国際法とか経済制裁が効くかというのは私は効かないと思います。というのは国際法というのはその小さい国の独裁者が悪いことをやった時というのは効くんです。これを裁判にかけるぞって言うんですけれども、例の国際刑事裁判所の話だってアメリカもイスラエルもインドも中国もどこも加盟してないわけですね。でだからアメリカが要するにあんな国際刑事裁判所がちゃんと動いたらアメリカとイスラエルが一番困るはずなんで、それをロシアには適用するってプーチンを裁判にかけると言ったって冗談でしょうという話だと思います。でそれから経済制裁も、経済制裁っていうのは大体私は北朝鮮だって聞いてないのにと思うんですけども、なんとかやれるわけですよ、あんなもん。でましてロシアみたいに食料でエネルギーを自給して輸出している国相手にですね、いくら経済制裁やったところで干上がるはずがないじゃないですか。で逆に日本みたいにエネルギーも食料もないところが干上がるというか損害が大きいわけで、ちょっとやり方は、まあ、アメリカはね、まあ、その食料は自給できるし、シェルガスも売れるから喜ぶかもしれないけど、ヨーロッパまで何も持ってていいのかなという気がいたします。だから、まあ、核兵器をプーチンが使うから消したらって言ってんだけど、しかし日本は核兵器の先制使用に反対したっていうなんか、まあ実利はありません。だって北朝鮮が核ミサイルを日本に撃ちそうな時に、その日本に、到達してバーンと行くまで黙って見てるのと、アメリカ核兵器使うってやるぞというのをダメだと日本は言ったこともありませんし、実際のことは言えないし、であんまりそこを言うと日本は、その口がもつれると思います。それからウクライナ EU なんか入れたら EU がむちゃくちゃになりますし、 NATO なんか入れると、要するにウクライナとかああいうところがロシア相手に冒険主義的な外交をやってどこかで始めたら、そしたらヨーロッパにアメリカは巻き込まれるということになるわけ で、それはフランスやドイツはそれをとても嫌がっておりますで、まあ、それとまあもう一つその忘れていかんのは、そのウクライナの問題っていうのをウクライナの言い分をそのまま聞いてるとですね、沖縄の話に波及するぞと、要するにまあ、ロシア、ウクライナ、アメリカの関係というのを考えると、日本、沖縄、中国の関係にちょろっと似たところがあります。でだからそのまま沖縄の人が見るとどうなるのか、同じ理屈やるとどうなるのかなと、韓国との間で言うと、要するにウクライナは被害者だからロシアに対して何やっていいという議論が盛んなんだけど、これは韓国が日本に対して何やっていいって言ってるのととても似てるじゃないか。でそれからなんか、まあ、いろんなちょっと日本にとっていいのかなと、その理屈認めたらまずいんじゃないかなということが多いと、まあそんなことで、まあ、私はまあ、日本はアメリカやヨーロッパとの同盟が大事ですから、制裁とかそういうことも基本的に同じ歩調を取るということに反対ではありません。ただしそれはヨーロッパの問題では欧米の言うことに従うけど、アジアの問題やるときには
日本の言い分聞くにちゃんと皆さん尊重してよねというためのドームとしてそれが必要だっていうんだけど、それとヨーロッパだってアメリカだってガスは欲しいとかみんな勝手なことを言って制裁の内容は加減してるわけですから、日本がそのこれはちょっと付き合いかねるというふうな話は日本の歴史でもちゃんと考慮してください、これは日本だけは抜けますよとか、これはちゃんと言うべきではないかとも思いますし、まあ、それから、まあ、その辺も含めて、欧米にはその理解を示しつつも、しかしロシアの言い分に通じつつも、ロシアの言い分もあなたの言うこともよくわかるというところで、そのどっかで、やっぱり、日本の特に安倍さんよろしくと、なんとかしてくれないかねというふうな話になったときにですね、出番を作るべく尽力をするべきだと思ってたんですけれども、まあ、特に、まあ、外務省あたりの人でも専属のスタッフを独立組織と独立して安倍チームでも作ったらどうかとかいう提案をしたこともありますけれども、まあ、その辺をもう、まあ、できなくなって、じゃあ仲になんかできるかどうかよく分かりませんけれども、しかし、まあ何にもせずにぼやっとしてるっていうのもともかく大体の人にとって、まあ、これヨーロッパにとったって同じですけれども、ほどほどのところで収めてくれるのが一番いいに決まってるとなれば、まあ、まあそういう方向で話を持っていくのが正解じゃないかなというふうに私は思っているということで、ちょっとその在地を終わらせていただいて、ちょっと中継ということで、それからその間にもしよろしかったら、本にサインしろという方がおられたら、その間にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございます。自衛隊に、まあ、私いた関係もありましたけど、ソ連の専門家というのは大体敵視政策で一生懸命勉強してるんですよね。だから今のロシアも詳しいロシアの専門家というのは大体どっちかというと反ロシア派の人が多いんですよね。で矢野先生のようにヨーロッパ全体を俯瞰して見れる人って本当になくて、まあ、今地域の洪水のようにみんなシャワーを浴びたと思うんですけども、本当にヨーロッパ全体を俯瞰してする評論家って本当にいないので、本当に貴重な存在だと思います。ぜひ矢野先生の本をね落としてまた勉強してもらいたいと思います。よろしくお願いします。